はい、どうもおはようございます。それではやっていきましょう。2週目最後の一人、進藤の話聞いていきます。ついに来たね、2週目ラスト。この音楽かっこええな。いよいよ俺の番か。待ちくたびれちまったよ。それじゃあちょっと話す前に自己紹介しておこうか。俺の名前は進藤誠、3年だ。よろしくな。じゃあ早速話そうか。うわ、自己紹介が短い。かっこいい。長々と自己紹介で時間取らへんとこかっこいい。最後を飾るのにとっておきの話を用意してきたからな。みんなこの学校の図書室は利用したことあるか？俺は実を言うとあんまりないんだ。ないんかい。本を読むよりもどっちかというと体を動かしている方が好きだしな。何か本を読んでいると疲れちゃってさ、漫画ならいいんだけどさ。うちの学校の図書室も漫画を置いていてくれりゃ、もっと図書室を利用してもいいんだけどな。漫画置く図書室とかあんのかな。ないよな。あるんかな。絵本までか。どうだ真田、お前本は好きか。好き嫌い別にどっちでもない。でもあんま読まんな。確かにな。嫌いっていうわけじゃないけど、どっちでもないにしときましょうかね。別にどっちでもない。そうか。まあ好きでも嫌いでもいいけどよ。ええんかい。なんやねんこいつ。知ってるか、うちの図書室はすごいって評判なんだぜ。なんてったってその辺の図書館並みに本は揃ってるからよ。しかもな、うちの学校には昔どっかの外国のお偉いさんの息子が通ってたらしい。外国のお偉いさんの息子。それでわけのわからない高そうな本を山のように寄贈したんだってよ。そんな本どんなに価値があろうが誰も読まないじゃないか。せやな。どっかの国の言葉なんやろ。読む気ならんわな。学校としては寄付金でももらった方がよっぽど嬉しかったんだろうけど、断るに断れない。もらった後で売るわけにもいかないしな。それで図書室の奥に誰も読んだことのない本がいっぱいしまってあるという話だ。この話は結構有名でな。図書室に縁のない俺でも知っているぐらいだからな。で、実はその寄贈された本の中に一冊だけ呪われた本が混じっているらしいんだ。どうしてそんな本が寄贈されたのかわからない。いや、嫌がらせやろ。すみません、これ呪われてますけど、よかったら。断るに断れへんな。お偉いさんやから。偶然に混じってしまったのか、それとも単に間違ったのか、もしくは意図的だったりしてな。まあそんなことはどうでもいい。本があるのには変わりないんだからな。それで実は俺は今日のためにその本のタイトルと置いてある場所を聞いてきたのさ。ほう。俺のクラスの仲間からな。どうしてそいつはそのことを知ってるかって、まあいいじゃないか。それでどうだい、これから図書室に行ってその本を見てみないか。まあ行くわな、そりゃな。図書室に行くじゃ。そう来なくっちゃ面白くないぜ。よし早速行こう。俺もこういう時じゃなきゃ図書室なんて来ないからな。実を言うとな、俺もその本を見るのは初めてなんだ。だってその方が面白いだろ。なるほどな。初見プレイの方がええよな。初見プレイ、音楽急に怖い。さあ着いたぜ。ちょっと待ってくれ、本の場所を調べるからな。
これだ、これに間違いない。どうだ、なんて書いてあるか読めないだろう。なんでも古代文字らしいんだけどな。それにしても薄汚れた本だぜ。それでな、真田、お前に頼みがあるんだよ。うわ、もうなんか嫌な予感する。何ですか？もちろん俺の頼みを聞いてくれるよな。いや、内容先言えや。うん、あるわ、あ、よかった、あるわ、ちゃんと聞きます、ご遠慮しますの後、内容を聞くまでは何とも、これがあるわ。内容を聞くまでは何とも、ちょっとすんません。そうか、まあもっともな話だよな。どんな頼みか聞くまでは下手に答えられないよな。そうやな。うん、それじゃあ先に頼みを言うぜ。それでよかったら聞いてもらおうか。実はこの本の表紙に手を置いてほしいんだ。どうだ、簡単だろ。なんだ、表紙抜けしたような顔して。さあ置いてくれ、これなら聞けるだろう。いや、絶対なんか良くないこと起こるやん。まあでも置くか、ここで置かんかったらな、サブーとか言われそうだし、置いてみようか。本の表紙に手を置く。よし、この本の表紙の書いてある絵を隠すように置いてくれ。よし、さあもう手を離してもいいぜ。どういうこと、どういうこと。これからが本番だ。この本はな、呪った相手の魂を食っちまうらしいんだ。誰を呪うかって、本に手を置いたやつに決まってるじゃないか、こいつ。いや、分かってたけど。つまりお前だ。あははは。いや、怒らないでくれ、怒るやろ。魂壊れんねんぞ。もちろん誰でも呪うってわけじゃないんだ。そうな、俺が質問することに答えてくれればお前は呪われずに済むんだ。いいか、お前俺の話を信じてるか。ひょっとして信じてないんじゃないか。信じてなかったら別にいいんだぜ、もうやめるからよ。どうなんだ、はっきり答えてくれよ。うん、信じなあかんやろな。これ今までたまたまその一切そのゲームオーバーとかになったことないけど、ゲームオーバーあるらしいですね。今回ばかりはあるかもしれへんな。まあまあ行きましょう。じゃあ信じてる。そうか、ならいいんだ。じゃあ質問してやるよ。真面目に答えるんだぞ。はーい、真面目に答えばっと。適当に答えたら困るのはお前なんだ。まあ呪われるかどうかはお前自身の問題だからな。俺の人生には関係ないしよ。いやいやいや、俺が呪われて死んだらお前一生悔やむって。いいな。おお、質問を始めるぞ。お前は今までの人生で嘘をついたことがあるか、正直に答えるんだぞ。ある。うん、じゃあ次の質問だ。お前は今までに死にたいと思ったことがあるか。それはない。本当だな。よし、じゃあ次の質問だ。お前は誰かを殺したいと思ったことがあるか。うわー、いやでも殺したいはない、ないない、うん、ない、リスクが高い。本当にそうなんだな。もし嘘をついたのなら一度だけチャンスを与えてやるぜ。今言ったことは本当なんだな。本当です。よし、じゃあ次だ。お前は人を傷つけたことがあるか。物理的にっていうことかな。まあまあそれはでもやっぱあるんちゃうかな。ある。うん、そうか、人を傷つけたことがあるのか。そんな顔してきっとかなり残酷なことをしてきたんだろうな。おい、
何やねん。どんな顔やと思ってんねん。次だ。お前は人を裏切ったことがあるか？裏切ったこと？裏切ったことあるかな？いや、でもわからん。自分はそんなつもりなくてもそれはあるんじゃない？やっぱ生きてたら、長いこと生きてたら。そのつもりはなくてもやで。あるにしよう。そうだろうな。人間は自分の気づかないところで結構人を裏切っているもんだ。それに気づいているってだけでもお前も少しは人間らしいところがあるのかもな。なんやねん、少しはって。今までどう思っててん？それじゃあ次だ。お前は人に憎まれていると思うか？憎まれてるとは思いたくないな。思わないにしよう。思いません。思いません。ふざけ、うわ怖い。怒られた。ふざけんなよ。お前人を裏切ったことがあるんだろ？だったら憎まれているはずだぜ。どうして自覚がないんだよ。あ、もう怖い。こいつのこと憎い。お前は間違いなく人に憎まれている。憎まれているんだよ。怖い。そして恨まれているのさ。どうした？そんな顔で俺のことを見るなよ。お前はただ俺の質問に答えてりゃいいんだ。嫌ならやめればいい。逃げればいいだろ。さあ次の質問だぜ。過去を振り返ってみるんだ。やめてよ、やめてよ。お前は楽しい学園生活を送ってきたか？これはやっぱその真田俊蔵ではなくて俺自身のことを聞いてるよな。楽しい学園生活な。いやでもやっぱ今思えば楽しかったと思うよ。送ってきた。英語の小テストで8点を取ったこともあるけども、ええ思い出やで、それもな。何点満点かって？ふざけんなよ。答えられるわけがないだろ。よし、そうか、それは結構なことだな。楽しい学園生活を送ればそれがいい思い出になる。世の中には辛く苦しい学園生活を送ったやつだって山ほどいるんだ。それを考えればお前は幸せ者さ。なあ、そうだろ。次行くぜ。お前は人を殴ったことがあるか？人を殴ったことか。人を殴ったことはまあまあ、あるよ。ある。へえ、人を殴ったことがあるのか。随分と乱暴なんだな、お前。なんだ、喧嘩でもしたのか？それとも、むしゃくしゃしていきなり人を殴ったとかじゃあるまいな。あるまいなとか言う？まさか誰かをいじめたりとか？まあいいか、どうでもいいことだよな、俺には。ニコニコにおいていじめというワードはもう敏感なとこやからな。すごい勢いでいじめられっ子が湧いてくるからな。俺が関係なかったとしても俺がいじめてきたみたいな感じですごい勢いで言うてきよるからな。まあまあ俺はそんなことしてない、大丈夫です。次だ。お前は自分で悪いと思っていながらもそれを実行したことがあるか？なんや、どういうことや。悪いと思っていながらもそれを実行したことがあるか。なんやろう、これはなんかよくわからんな。よくわからんけどこいつに怒られたくないし、あるって言おう。だってお前人を裏切ったんやろ。そん時に悪いと思ってなかった？あん？って言われるやろ。すぐ怒ってくるもんこいつ、怖いわ。ある。そうか、自分で悪いと思っていながらもそれをやっちまったのか。どんな時だ、どんな時だったらそんなことができるんだ。なんなんもうこいつ。お前悪人じゃないか。だってそうだろ、悪いと分かっていてやるんだろ。
それじゃあ呪われても仕方ないかもしれないな。やばいやばい、質問はまだ終わってないぜ。それじゃあ続けるか。お前は今までに後悔したことがあるか。そりゃあるやろ。あの時もっと面白いボケできてたみたいな、いつも考えるやろ、そんな人として。あるのか、お前でも後悔することがあるんだな。しかしまあよく考えるとそうだろうな。後悔するということはそれだけ悪事を多く働いているということだからな。いや違う、そういうこと言うてんのじゃないね。まあ当然だろう。いやもうなんなんこいつ、なんなんこいつ。それじゃあ次だ。お前は虫を殺したことがあるか。あるやろそりゃ。そうだろうな、わかるぞ。お前だったらいろんな虫を殺しているんだろう。いやもうあかんやん、もうこいつの中の俺へのイメージがもうあかんやん。こい、神道はこんな人にここまで言えるほどの聖人なんかいな。まあええか、今はちょっと我慢して聞こう。ハエや蚊は当たり前、コオロギやクモやムカデやたくさんの虫を殺しているんじゃないのか。コオロギは殺してないよ。踏みつぶしたり首をもぎ取ったりしてな。死んだ虫たちの痛みなんかわからないんだろうな、お前にはさ。なんなんこいつ。いじめられている、俺。俺この人にいじめられてる。いやこれはこれでこの程度でいじめとかとかめっちゃ言われるかもしれんから、やっぱやめとこう。次だ。お前の恋人が死にそうな目にあったとする。その時お前が死ねば恋人は助かるという状況の時どうする。お前は恋人のために自分の命を犠牲にできるか。いやそれはでもでけへんやろ、それはでけへんわ。状況によるけど、うん、そこまで成人ではない。まあそりゃできないだろうさ。お前には無理だ。お前にはできんのかい、じゃあこいつ。なんやねんこいつ、人のこと悪い風に言いやがって。そんなこと分かりきったことさ。次、お前は盗みを働いたことがあるか。盗みはないですよ私。リスクが高いって。ああそうかい、だがそんなことを言っても今までの罪は消えない。なんやねん、なんやねんこれ、もう嫌やわ。なんだよその顔は。お前は今までに何にも罪を犯したことがないとでも言うのか、ないとでも言うのか。俺の質問に答えた後でそんなことが言えるのか。どうなんだよ、お前は自分が歩んできた人生を振り返って反省もしていないのかよ。なんやねん、なんやねんこれ、もう反省しています、許してください神道さん。本当かどうか分かったもんじゃないな。うわ、反省しているんだったら罪を償わなきゃならないな。いや反省してなくてもじゃないのそれは。お前自分の犯した罪を償う気はあるのか。それを聞く前に最後の質問をしよう。お前人を殺したことがあるか。これはちょっと難しいな、これはちょっと難しいな。ちょっと保存しよう。もちろんないけど、なんかあるにしたらすごいことになりそうな気もする。まあまあないと言っときましょう、さすがにな。そうか、それじゃあもう一度聞く。お前は犯した罪を償う気はあるのか。え、どういうこと、償う気はある、え、どういうこと。ない。いや何しろ、なんでお前に言わなあかんねん。
どうしようもない やつだ。お前最低だよ。自分の人生を反省していると言いながらも何もしようとしない。いいか、真田。お前みたいなやつは。うわ、なや。突然僕は後ろから殴られた。誰かに、とても重たいもので。うわぁ、追い打ちや。ギャ、僕が振り向こうとした瞬間、また頭に衝撃を覚えた。なんだ？何が起きた？なぜ僕が殴られる？視界が大きく歪む。歪んだ視界の中で進藤さんが笑っていた。真田、お前が犯した罪を償ってもらうぜ。最後の7人目の話を聞いた後でな。7人目はすでに来てたんだよ。そしてこの時を待っていたのさ。ああ、怖い。本棚の影から誰かが姿を現した。誰？誰だお前は。7人目は誰なんだ。もう耐えられない。僕は意識を失いその場に倒れ込んだ。おーおお。面白い感じする。よっしゃ、セーブしよう。な、この6話目の終わり方いいな。真ん中、ま、いや、左でか、セーブします。じゃあ次は長くなるかもわからないんで一旦切ります。ありがとうございました。次楽しみですね。この後とりあえずこの後すぐやります。また次回よろしくお願いします。